通行中の皆様、大変お騒がせをしております。こちらは日本第一党、日本第一党でございます。このですね、大変多くの人が賑わうですね、この新橋駅、東京15区の方もいらっしゃると聞いておりますので、本日はですね、こちらで桜井誠東京15区の選挙演説を行わさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日はですね、最後こちらですね、選ばせていただきました。まあ本当にね、左翼尽くしでございます。共産党、そして令和新選組とですね、まあ本当にいろんなですね、左翼がですね、こうわらわら集まるこの新橋駅界隈でございます。せっかくですね、令和新選組の皆さんもいらっしゃるので、一つですね、このですね、令和新選組についてお話をさせていただきます。桜井が、山本逃げ太郎が大嫌いなのはね、福島県でお前たちのやったことを絶対忘れないからだよ。10年前です。東日本大震災が発生し、その時に胃の一番で逃げ出したのが山本逃げ太郎じゃないかよ。あの時に桜井はですね、福島県南相馬市に救援物資を積んでトラック2台で駆けつけました。もちろん自分のね、やったことを誇ってるわけじゃございません。自分のやったことを誇ってるわけじゃないんですけれども、あまりにもあの連中がひどすぎるんです。その時に山本太郎は何て言ったよ。この日本は福島県のね、放射能汚染でもう住めない、だから自分は日本から逃げ出すと言って本当に逃げ出しちゃったんです。そして逃げ出した山本太郎が日本に戻ってきて、で参議院議員になりました。参議院議員になって今度は福島県産の食品をべくれてるとか言ったんですよ。自分たちと同じ日本人を罵って、何が楽しいんだよ令和新選組、答えてみんよ。このですね、ふざけ切った日本人大嫌いの政党、これが令和新選組というものなんです。それは行動で分かります。皆さんも過去の行動を無視するような真似はやめていただきたい。彼が10年前、そして参議院議員時代に一体何をやったのかということを分かっていれば、恥ずかしくてこんなところでね、来れるわけがないんです。要はね、言ってることがデタラメに過ぎるんですよ。何かっちゃ外国人様のため、外国人参政権を認めろ、外国人をね優遇しろ、ふざけんじゃねえ、ここは日本なんで日本人が一番に決まってるだろうよ。さらにね、令和新選組、共産党、この2つの政党は外国人への生活保護を拡大しようと言っております。だからお前らは、だから以外に何もあれもないでしょう。日本人でさえ生活保護の補足率が下がっている状態の時に、なぜ外国人にまで我々の貴重な税金から生活保護を支給しなきゃいけないのか、説明してみろや。先ほどから言ってる通りね、我々は日本人が一番だと訴えております。当たり前なんです。この国、日本という国です。日本という国である限りにおいて日本人が一番、日本が一番、当たり前じゃないですか。その当たり前を主張しているのが日本第一党なんです。ぜひ皆さんね、ありがとうございます。比例区にはぜひとも日本第一党と書いていただきたい。しかしね、それでもですね、今の演説を聞いてもですね、いやそんなことはない、日本はですね、外国人様のための国、日本は日本人だけの国じゃないという方は遠慮なくですね、他の政党の党名を書いてください。ただし自分の頭で考えなさい。君たちの子供、あるいは孫、この世代になった時に日本という国家はなくなります。少なくとも令和新選組なんていうね、あのふざけた政党が言っているようなことをやったら、間違いなく日本は将来的になくなります。我々はね、もうすでに貧困化が始まっているんです。貧困化が始まっている日本において、これからどうやって日本を復活させるんだ、どうやって日本の経済を立て直していくんだということを、
みんなで考えなきゃいけない時でしょうに、その時に外国人様、外国人様、てめえらふざけてんじゃねえぞ、こういうね、連中が堂々とですね、政党を名乗り、日本でね、あんたこうやって外戦を行う、これが今の日本なんです。頭おかしいでしょうに。何度も言います、ここは日本です。日本人が一番なんです。皆さん後ろちょっと見ていただけます？ずらーっとね、あそこ警察官が並んでるんです。あのね、令和新選組というね、政党がいかに危険かっていうことを表してるんですよ。どんだけ危険な連中なんだということなんです。あの連中が本当に皆さんを襲ってくるかもしれない。だからあそこにお前さんたちがずらーっといるわけです。このね、今の日本、大変残念ながらですね、大変残念ながら貧困化が進んでおります。このことを誰も伝えないんです。君たちが知らない間に日本は経済成長率で OECD 諸国最低を記録しております。 OECD 先進国クラブの中で唯一30年にわたって収入が下がっているのは我が国日本です。日本しかないんです。他の国はみんな年収が上がってる。そして一人当たりの年収で考えると、もう我が国は韓国以下になってます。韓国以下どころかスペイン以下なんです。これだけね、これだけ国民が困窮しているときに、なぜ外国人を救わなきゃいけないんだ、さらに外国人参政権を与えよう、外国人に特権を与えよう、なめんじゃねえぞ山本みんなよ。この間ですね、何ですか、令和新選組の凱旋があったそうでございますけれども、その凱旋で、この国でただ生きている、それだけでいい、それだけで十分だ、こんなことを言ってるそうです。そういったことが許される社会であってほしい。いや、さすが山本さん、違いますね。アホか、お前は。何にもしないで生きていける国だ、そんなふざけること言うんじゃねえ。この国であっても、どの国であっても、その国のために懸命に努力するのが人間ってもんなんだよ。働かなくて飯が食っていける、そんな夢のようなね、社会があるんだったら、ぜひ実現してくださいな。そんなことはできない。それは皆さんもご存知のはずなんです。君たち一人一人がこの厳しい社会、厳しい現実を知ってるはずなんです。もはやね、政治家の嘘に騙されない。騙されちゃいけないんです。ぜひ皆さん、この声が届いている皆さん、もう一回よくよく考えていただきたい。この桜井誠、16年に及んで皆さんに訴え続けてまいりました。今も変わりません。これからも変わりません。この訴え、いろんな人たちがですね、いろんな人たちの影響を与えております。ぜひともですね、皆さんにも聞いていただきたいと思います。それでは続いてはですね、その福島県、山本逃げ太郎が罵倒した福島県の瀬戸博之から皆さんに一言いただきます。よろしくお願いいたします。皆さん、ご苦労さんです。私はですね、支那朝鮮に侮れない強い日本を作る、そういう考えでずっと坂井誠投手と共に行動する保守運動を推進してきました。私が今一番望んでいることただ一つです。それはこの日本の社会、日本の政治にですね、衝撃を与えることです。その衝撃は何か、それは我々がこの選挙で、国政選挙で1議席、いや2議席、我々が獲得することなんです。それが日本の政治に、いや日本に衝撃を与えます。我々が勝たなければこの日本は何も変わりません。我々が勝ってこそこの日本を変えることができます。どうか皆さん、日本第一党、我々日本第一党と比例区で変えてください。そして我々に国政の足がかりを与えてください。
我々は必ずやその期待に応えてみせます。いや応えることのできる唯一の政党が我々日本第一党です。さて、先ほど党首からも話があったんで、令和新選組山本太郎党首のことについてお話します。福島に来てですね、私に討論しませんかと呼びかけてきたんです。でもう私はですね、私は瀬戸だとこう名乗ったら、いや知りませんとこう言われたんでね、まあ失敬な人だなと思ったんで、まあそれでもですね彼と討論しました。私はですね彼の論争をですね、こう争点をずらすね、そういうことを許さないように慎重に話をしました。彼はですね右も左もありませんとこう言ったんですよ。とんでもないことです。彼は左です、私は右なんですよ。それを彼はね、右も左もありませんって、あ、これなんてこの人はインチキな人だなとこう思いました。まあ心の中ではですね笑って見てたんだけども、まあこれ論点ずらしだからしょうがないなと、まあ我慢をしながらですねいろいろ話を聞いてました。で彼はこう言ったんですよ。自民党東京電力政府、それを私たちは許さないんですとこう言います。これで終わらせちゃいけないなと私は思ったんです。彼は自分たちの責任は何もないんだとね、東電と政府だけが悪いんだ、それを私たちは責任を今追及してるんだとこう言ったんです。だからこれでは終わらせちゃいけないなと思ってずっと考えてました。だから私は最後に仮に尽くしたくたんです。確かに政府も悪い、東京電力は悪い、ね、しかしあなた方左翼が我々に与えた風評被害、これはそれ以上に我々に対する被害を与えたんですよと、あなたことことどう思いますかとこう言ったらば、彼は見事にその言葉をそらして答えなかった。つまり彼はインチキなんですよ、偽善者なんです。だから我々とは本来ですね違う人なんです。まあ本人がですね今日来れば私はまた降りてってね早く討論してもいいんだけども、まあ今日は私は忙しいし、今日は登壇者も多いんで、まあ今日はですねこれくらいにしておきますけども、最後に一言本当に言わせてもらいます。我々に力を与えてください。そして日本の社会に衝撃を与えましょう。我々こそが今回の衆院選挙で議席を得れば、新聞、社会、多くのテレビ、マスコミはですね日本に右派政党が誕生した、こういうふうに衝撃を受けて書くでしょう。そうしなければならない、その日をですね私は一日も早く待ち続けてきました。今から、13、14年前ですけども、私は維新政党新婦という選挙で全国比例区で立候補して、この場所で第一声を放ちました。どういう第一声だったか今でも覚えてます。この日本の社会を一つのバケツに例えるならば、そのバケツには暴風らが湧いている、本当にそういう社会だ、そこにいくら新しい水をつぎ込んでも何の解決もならない、そんなバケツはですね一回蹴っ飛ばして空にして新しい社会を作りなければならない、そういうふうに訴えたんです。しかし残念ながら我々が石議席を得ることはできませんでした。しかし今回だけは皆さんたちの協力を得て石議席を得てですね、この日本の社会を変えていきたい。どうか皆さんよろしくお願い申し上げます。以上です。何ですかあれは。
日4回ぐらい SL のと知らんかった気になる。続いてはですね、漫画家の成田明先生に、登壇いただきます。よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは、こんにちは、こんばんは。皆さんとはね、僕はね、初めてお会いしたから、僕のね、漫画をね、読んでらっしゃる方がいらっしゃったらね、成田明と言いまして、どっちかったらね、現地系の漫画を描いてたものですね、私はね、普通に漫画を描いてる状態だったんですよね。だけど日本がね、おかしいと、おかしいと途中で気づき始めたんですね。中国が攻めてくるね、徳川が攻めてくるね、日本はこの先どうなるんだろうとね、心配でしょうがなくて、見てもたってもいられず、それでね、いろんなところで検索したんですよね、どうなってるかということをね。そしたらね、もうほぼね、今断言しますよね、日本はね、7割ぐらいはね、日本人じゃない人たちにね、もう占領されてる。国もね、国会議員のね、8割はね、日本のためになることは全然言ってない。野党はね、僕はもう眼中にないんですよ、あいつらはね、日本のために思ってること全然言ってない。それでね、私今76歳なんですけどね、段階世代ちょっとね、76なんですが、私の頃はね、自民党はね、野党と違って日本国民のためにやってくれてるんだと思ってたんですよ、ね。ところがね、調べてみるとね、あの自民党がね、日本の国のために何をやってないんです。一つだけ言いますね、いろんなね、文句がいっぱいありますけどね、一つだけ言います。我々の給料がね、30年間ですよ、30年間全然上がってないんですよ。アメリカも中国もヨーロッパもね、全部上がってるんだよ、ね、こうやってね、日本だけが30年間も上がってないんですよ、30年間も。これ皆さんどう思いますか、ね、これの原因はね、緊縮財政をずっと続けたからです、ね、本当はね、皆さんね、1000兆円の、ね、借金があってね、自民党や、ね、野党にね、洗脳されてきたんですよ、前ね、ずっと洗脳されたんです。だからね、日本人はね、これ洗脳されちゃったから、無駄はダメだとかね、履くものはダメだとかね、そういうことばっかり言わされて、よく考えてもらうよね。借金をするっていうことはね、政府が借金をするっていうことはね、じゃあ誰に借りてるの、借金を。我々のね、国民から借りてるんですよ。借金1000兆円ってこと、我々が持ってるんですよ、ね、これをね、うまくね、野党やね、自民党連中がね、うまくね、我々を騙してきたんですね。騙してきたから国民は、ああ、そんな無駄はしちゃいけないなと、ね、無駄はしちゃいけないなと思ったら、みんなね、財布で縮めちゃってね、お金使わないんですよね。じゃあね、お金使わなかったらね、この世の中どうなると思います？お金使わなかったら、お金の総数がなかったら、ね、製品は売れない。そしたら製品を作る工場は潰れる、ね、じゃあこれをね、役やったらどうかと思うんですね。役は簡単、財政出動すればいいの、積極財政出動。さっき言ったみたいで、積極財政出動ということはね、国債をいっぱいするってことね、国債。僕はね、日本第一党をね、応援する立場ですけども、私自身もね、日本円主党っていう党を立ち上げてます。その党首です。党首のマニフェストの第一には、ね、すごいこと言ってます、僕は。コロナ対策には100兆円出せと。ね、もう有無を合わせて100兆円出す。それで収まらなかったらね、次の年も100兆円出す。収まらなかったらもっと出す。ね。で、それはね、コロナ対策。実はさっき言ったみたいに、30年間も給料が上がってない。なぜかって、デフレだからです。ね。世の中にお金が回ってないから。
ね、そしたらお金を回すようにすればいいんです。だから毎年毎年僕はね、僕の演奏のねマニフェストでは毎年ね、今現在で我々はね、あの国債は出してないように見えるけど、毎年ね30兆円は出してるんですよ。グラフで見たらね、30兆円ずっと積み重なってるんですね。それでも給料は上がらない。じゃあどうすればいいか。その30兆円にプラス30兆円加えるの、毎年。そうするとね、1年間で60兆、これから先ね、毎年1年間で60兆出していくんです。ね。そうやってお金をどん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 増やしていけばいいの。世の中に回せばいいんです。そしたらね、皆さんね、そんなにジャブジャブお金使ったらね、どうすんだ、インフレになっちゃうんじゃないかっていうと、ね。じゃあね、インフレのね、インフレ率 2% までだったらね、本当に計算上もね、実質的にもね、インフレ率 2% までだったらね、いくらでも出せるんですよ。いくらでも本当に出せるんですよ。僕は全然嘘言ってないよ。もし嘘言ってたらね、もう本当に嘘言ってたらね、もう説得してもいいぐらいね、本当に真剣に言ってんだ。だから僕はね、あまり長場言ってもあれだね、長くなっちゃうとあれだけど、とにかくね、日本第一党のいうね、超積極財政出動、これをやってほしいんですよ、ね、で財政出動で、ね、超財政出動するってことはね、当然ね、消費税もいらないんですよ、ね、消費税使うとこれだけ皆さんのお金出費が楽になるんですね。だから消費税ゼロ、積極財政をね、どん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 使う、それをね、さっきね、あの自民党がなぜ悪いかっていう原点に戻るとね、それをね、自民党がね、してこなかった。ね、この超積極財政をしない党は、ね、私の中ではね、もう敵ですよ。ね、なぜかったら、それさえ一つだけでもいいからやれば、ね、日本はたちまち経済上昇。試算によるとね、5年でね、2倍になります、給料は。ね、超積極財政をするとね、私の試算であるよ、5年後にね、あなたの給料全部ね、2倍になります、本当に。あまりね、暑くなるとあれだから。それでは、日本第一党応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、皆様こんばんは。10日ぶりの東京です。九州から今日やってきました。夕方の便でしたので、霊峰富士からね、元気を受けて本当に綺麗でした。そして今日明日はお前とことんやってこいという風な暗示を受けてまいりました。一言言わせていただきます。今の成田先生の話ですね、簡単な話をするとですね、 YouTube でですね、会計士もしくは税理士さんの YouTube を見てください。先生が言ってることがよくわかります。私もそれを見てよく理解できました。ただ耳かじりですから、ここで経済の話はしません。それからもう一つ、なぜかですね、皆さんもう忘れてるでしょ、衆議院選挙に入る前、どこがミサイル発射しました？北朝鮮ですよね。その後何がありました？中国とロシアの軍艦が津軽海峡を抜けて、大隅海峡を抜けて日本を一周しました。よくいる救助信者、反核団体、中国領事館に文句言ってこいや。軍艦だから中国もロシアも原爆持ってんだよ。一周したって言ったらいつでも撃たれる。これは完全な挑発です。
あなたたち日本人に対しての挑発ですよ。日本人がこうやって本当に起こるかどうか、それを見てるんですよ。シナリンっていうのはああいう人たちです。朝鮮日本人だし、ロシアなんかもっと悪どいですよ。外交って戦争なんですよ。本当に危機感を持ってくださいよ。もしあの時に中国なりロシアが一発撃てば、一つの都市は飛びます。一回飛ばんと分からんとでしょ。みんな目の前で子供が殺されたら分かるけどね、ウイグル、チベットで子供が殺されても怒らない。それで普段は人権大事、ふざけるなっていうことですわ。私が怒ってるのはね、国民の皆さんに対してもそうだけど、私に対してもそうなんです。なんでもっと早く立ち上がらなかったのか、なんでもっと日本大使党を早く作らなかったのか、みんなにこういうことを伝えていかなきゃいけない、少しでも。そして今回衆議院議員で1人もしくは2人5人通れば、ものすごいものすごいものすごい、なんだよなんだけど、なんだ、なんなんだよ。人の国の選挙って引き出すな、お前何気味や、お前。はい、ごめんなさい、話聞きます。なんだかんだ言ってもですね、こうやって皆さん多文化共生できますか。多文化共生やったらああいう輩がいっぱいになるんですよ。名古屋でもそうでしょう。ブラジル人だとかなんとか、ね、そういうことを考えてくださいや。どっかの党みたいに多文化共生、外国人を様々な、バカかお前は。道交法77条勉強してください。言ってやるわ、先人で言われましたからね、あいつね。それでですね、この中国の危険、ロシアの危険っていうのをですね、よく意識してください。そしてもう一つ、今経済と外交は言いました。もう一つ忘れた。3つ用意しとったんですけど、まあもう一つはですね、官僚さんたちっていうのはですね、ひ弱な秀才さんなんです。官僚さんっていうのは頭は切れるっていうか、物は知ってるけど喧嘩ができない、タイミングも分かんない、そういう人が外交とかやってるんですよ。だからいつも一貫法だけでしょう。だから要するに舐められるんです。先ほど言ったように舐められちゃおしまいですよ。日本人いつからこうなったんですか。金玉ついとるんかい。女性はついてないよね。まあ一応話が飛び飛びになりましたけど、明日の中国領事館、必ずね皆さんをうならせる凱旋を行いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。今日は急にどうもすみませんでした。ありがとうございます。ただいまの取り組みについて、解説をいたします。先ほどね、そこに酔っ払いの外国人がいたんでね、令和新選組のクソバカタレだもん。外国人がこうやってやりたい放題やってんのにね、何が外国人参政権だ、何が外国人様だよ。お前らが来て何とかせえよ、今の外国人。日本でやりたい放題やってるじゃねえかよ。あのね、君たちここ日本なんだよ。君たちの国なんです。君たち一人一人の国で、今の明らかに外国人、ロシア人だかアメリカ人だか知らないけどね、その連中が酔っ払った挙句にね、暴行を働く、
警察官は周りにね、あれだけたくさんいて何にもしない、なめとんのかな、この国は。日本第一党だけはね、我々だけは絶対に引きませんからね。外国人のやりたい放題、こんなものを許しちゃいけないんです。どうも皆さん、こんばんは。たくさんの方にお集まりいただき本当にありがとうございます。私はこの度の衆議院議員選挙比例代表候補の日本第一党、中村勝弘でございます。どうぞよろしくお願いいたします。